めちゃめちゃ激アツだと思うんですけど、まあ来ないかな、どうだろう、出せるのかなそういうので、昔のちゃんとユニフォーム着て侍の仮に月間 MVP、 月間 MVP はでも複数受賞してる人とかもいるから結構出しづらいんじゃないかな。オビちゃんの一番の当たりって誰だと思いますか。まあ分かってる範囲だともう本当に田村さんだと思います。強い、めちゃめちゃ強い、センターの中だったら一番強いんじゃないかな。ランク戦今日はなし。そうですね、明日できるかな、明日そう PUBG の大会あるんで見てください。そう、今告知しちゃうと PUBG やってない方も見てほしいんですけど、おーマイケンだ、田中将大選手、マー君も明日その自分たちがチームプロスピで出場する PUBG の大会にマー君も出るらしいんですよ。まあ直接コンタクトは取れないと思うんですけど、ただマー君も、ね、出るらしいんでぜひ見てください。解説は西俊久さん、佐々木智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。あ、そうで、もう一つ告知すると、もしね明日の大会 PUBG の大会で賞金出るんですよ。で、賞金をもし獲得できる順位まで仮に行けたら、その生放送を見ていただいている中の誰かにプレゼントとしてその賞金渡すんで、ぜひ明日時間ある方、多分生放送は5時半ぐらいからかな、始めると思うんですけど、生放送を来てコメントしてそのスクショ取って自分ですっていう証明があれば、もしねその賞金で取れた時にその中から抽選で選ばせていただくんで、まあ時間ある方ぜひ見てください。あ、そうだよね、俺ね今年じゃない、第5弾のマイケン取ろうか迷ったんですよ。ただ俺 A ランクマジで1枚もなくて、ちょっとコツコツ使えないしと思って、ちょっとワールドスター5弾はスルーします。待って、もうここまで飛ぶんよ、落合さんってここまで飛ぶんよ、ボール球でも。マイケンさん切れててたらめっちゃ打ちづらいっす。マジっすか、ちょっとめっちゃ楽しみ。いや、ありがたいわ、マイケン持ってる人入ってきてくれて。PUBG の4人のメンバーで一番 PS 高いと思うの誰ですか。あ、VIP さんですね。昔やってたらしくてうまいんで、もう VIP さんだよりです。 G さんと山田さんがほとんど初心者なんで、自分もまあそういう FPS 系はやってたんで、まあ、ある程度は仕様分かってるんですけど、完全ほぼ初心者が2人いるんで、まあ、なんとかなるかな。てか何持ってんの、ツーシームスロースレーダーマイケンスライダー、ナックル、そっかナックル、これねチェンジアップがスプリットだったらもうねダルビッシュ選手なんですよ、ほぼスロースライダーね。でスライダーと、まあでも次はツーシームかな、よし読んでました今のは今のはツーシームかなと読んでましたね。ナックルタイムも結構やらしいよね、本当に。いやー、チェンジアップがねー、本当ね、前田健太選手の球種って何か足りないんですよ、特能も。例えば今回超タイピンチだったらめっちゃ強かったし、まあ、超タイピンチまではいかなくてもタイピンチだったら強かったし、チェンジアップがスプリットだったら強かったし、なんかスロースライダーが普通にカットボールとかだったらもうちょっと強かったかなと思うんですけど、そうですね、カープの前田対決でしたね今、気づかなかった。いや、えぐっ、ここ入んね、いやー入るか、もうちょっと曲がると思った、あんくらいの変化量か。演出がなくて足が燃えたら確定です。あ、マジっすか、俺ねガチャ引いてる割に全然演出知らないんで、そういう情報ありがたいです。ナックルカーブあれか、3だからダルビッシュさんより大きいのか。最初ほんと変化球の変化量覚えるのが大変。そうね、スライダーだとストライクじゃなくてボールだけど、スロースライダーだったら今の入るんかな。王さんさすがです。王さんマジ打ちやすい。もう中地使わないんですか。まあしばらく使わないかな、しばらくってかもう使わないかな。中地よりはね大谷さん、筒香さん、ギータの方が打ちやすいんで、
マイケンさん、スプリットチェンジと言われているので来年以降スプリットに仕様変更になる可能性あります。マジか。いや、そしたらね、ダルビッシュ選手とほとんど球種かぶっちゃってるんですよね本当に、まあ、本当に似てるもん。球種数も同じだし。よし、もう金本さん好き。打球速い。大里春何番がいいですか。まあ、連発持ってるんでね、上で置いた方がいいと思います。いやー、マイケンスライダー、名前にマイケンスライダーっていうのいいね。いや、入るんだよなそれ。なんだろう、ダルさんのスラーブよりは変化量ないのかな。さあ何で来るかな。予想はツーシームかナックルカーブ。あー、遅れたーけど伸びるね。よかったよかった。最近に当たり守備悪い気がする。多少悪いかなとか、ゲッツー取らない。本当にサードが、特にサードが取んない。ランナー一塁でサードゴロ行った時に全然取らないですね、ゲッツー。さあマッケンジー行きましょう。マッケンジー今日調子いいな。うわー、ティエンスか。タイピン出なかったら菊池さんに行こうかな。あ、変えるか。ホークスピッチャーが変わります。満塁の場面で森友への打順に迷います。まあ森さんはね、下位の方がいいかな。6番以降が結構いいかもしれない。5番以降かな。やっぱね、5番以降の方がなんかイメージチャンスで回ってくる気がするんですよ。俺も金本さん2番で使ってたんですけど、2番から6番に変えてめちゃめちゃチャンス出るようになったんで。よし、あと1点か。超タイピンの榎田さん強くないですか。榎田さんやらしかったな。スラカット時代強かったもん。強かった強かった。いやー、ボーリアン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 。あ、終わった。まあ言わなしゃあないね。ちょっと打球が弱すぎた。逆にバントって基本しないんですか。しないですね。だってバントもったいないもん。ワンアウトあげるし、リアタイのバントはあんまり有効的じゃないかなと個人的には思ってます。やっぱね、ワンアウトあげるよりも打った方がいいですよ、うん、打った方が相手にプレッシャーにもかかるし、チャンス広がるし。